ファンタンとは、カジノゲームの一種である。中国のマカオなどで人気がある。ファンタンは、正方形のテーブルとボタンなどを使って行う、数の余りを当てるギャンブルである。白いボタンを使うことが多いが、コインや語石などで行うこともある。ルールは、金属製のワンを、数が不明の数十個のボタンの山にかぶせ、客がワンの中のボタンの数を読んで割った余りが0個から3個の、 いずれかであるかをテーブルに書かれた1から4の数字の上に掛け金を置いて掛ける。掛け終わると竹べらを用いて4個ずつ並べて行き、最後に残るボタンの数が掛けた数と合えば勝ちとなり、元手のほか3倍の配当となる。手取りはバンカーの手数量を引いて3.75倍とされる例が多い。また掛ける際に1から4のいずれかを選ぶ以外に、 例えば1と2の間に掛け金を置くと1または2に掛けたことになるが配当は半減する。発生の時期は不明であるが用意する用具が簡単なため19世紀までに関東省で流行していた賭博の一つである。もともとは関東のものとして高単と呼ばれたが当初は空豆やビーズなどの数当てであった。アメリカのゴールドラッシュの時期には多くの中国人が 関東省から移住したため、アメリカにも伝えられ、19世紀末のサンフランシスコやニューヨークのチャイナタウンでも賭場が開かれ、盛んにかけられていた。その後、もっと複雑なマージャンやバイキューに流行が移ると、衰退した。現在、中国での賭博は禁止されているため、マカオのカジノで行われているものが主である。通常のトランプのうち、AS から8までの、 K32 枚を使って行うゲームにもファンタンと呼ぶものがある。ありがとうございます。